ます。濃いめ、奈良県松野区肉菓子屋公園付近にお住まいの白尾友さんに場所から奪われて被害に発生しました。にゃお、現在も犯人を逃走中でもよ。こんにちは、おはみニュースをお伝えします。今日、海辺の中もふもふくぬかがしら公園付近にお住まいの白尾友さんの煮干しが暴れるという時間が発生しました。にゃお、ゲズモト